チャ大河内デスクです。ネタバレが激しすぎる RPG 続きやっていきます。前回までのあらすじは、前回の動画を見てください。お、なんか森入ったぞ。おー、なんか普通のロールプレイングっぽいな。あ、ここでセーブできたんだ。よし、セーブしよう。なんかカエルみたいのがいる。こいつは敵か？敵だ。スライム。あ、普通に敵いる。普通すぎる。なんだ？いきなり普通なんだけど、このゲーム。前回までアホみたいにネタバレのオンパレードだったのに。やったぜ。お、スライム一匹でもすげえ経験値いっぱいもらえるぞ。あ、宝箱とかあるね。ポーション。魔法薬。え、めっちゃ普通に急に普通のゲームになった。なんで？どうしたんだ、一体。めっちゃアイテムゲットしてる。ってことは、まあ、雑魚なりボスなりいるってことかな。なんか看板みたいなのがあるぞ。MP は毎ターン少しずつ回復するぞ。やった。親切。TDP は攻撃した時、ダメージを受けた時に上昇するぞ。まあ、怒りパワーみたいなもんかな。スキル魔法を使っても上昇しないから注意。まあ、そんな細かいことは気にしなくても平気なゲームでしょう。適当に戦っていこう。お、なんだ急に。この森はスライムがうようよしてるな。そうだね。まあ大して強くもないし、ちゃちゃっと片付けながら進みましょう。はい。お、なんか来たぞ。誰だこいつ。逃がさないぜ。え、敵なの？何急に。待て、この大天才テレーゼ的外れが分析する。なんですぐ分析するんだよ。この見ない、この声。はい、間違いない。なんだ？こいつは暗黒四天王の一人だ。え、本当に？暗黒四天王？なんだそれは。的外れだ。このリアクション間違いない。こいつは暗黒四天王の一人じゃないぞ。訂正が早い。俺の名前はユ・ウジンナシ。ユ・ウジンナシ？友達いないってことか。友人なし。友達が100人いるぞ。なんでそこ嘘つくんだよ。嘘。このテレーゼ的外れでさえ友達は5人。おお、そんぐらいが普通だよね。それを貴様は100人だと信じるんかい。かかが強いすぎる。奴に勝てるわけがない。すぐおじけづく。母さんの仇。何、勘違いやろうかこいつ。お前たちにはここでくたばってもらうぜ。おお、戦うんだ。あ、かっこいい。なんか弓矢持ってる。でもとりあえずガンガン攻撃してみよう。あ、まあまあ強いぞ、敵。やばい。結構食らった。でもな、1700あんのか。普通にいけるな。魔法とか何あんだ？威力解放。マジカルリジェネ。普通に攻撃で平気でしょ。もう攻撃連打でいいよ。よーし、倒したぞ。ハロルド賢者の血たちの勝利。5200の経験値。お金を6400。すげえくれるじゃん。やった、レベル上がったし。テレーゼ的外れはレベル22になった。やった。連続斬りを覚えた。やったね。マーシャ・ウラギールはレベル22に上がった。アイス・リジェネを覚えた。リジェネってなんだろう。デザートかな。無念だ。こいつ仲間になってくんないかな。くそ。煮るなり焼くなり好きにしろ。はい。ちょっと、待ってくれ。僕は君の命を取ろうなんて思ってない。なんだと？敵に情けをかけるつもりか。そうじゃなくて、そもそもなんで私たちを襲ってきたの。うんうん。なぜだって。しらじらしい。お前らが俺の母さんを襲ったんだ。母さんを襲った。なるほど、読めてきたぞ。つまりこいつは私たちが母さんを襲ったと思っているようだ。お、その予想は当たっているぞ。的外れ。全然的外れじゃない。母さんだけじゃない。村の人々を毎晩一人ずつ襲っている。一人ずつ？なんでそんなめんどくさいことする？なるほど、すべて理解したぞ。つまりこいつは、私たちが毎晩村人を一人ずつ襲っていると思っているわけだ。はい。テレーゼ黙って。まとめてくれた。あ、黙った。黙った。きっと君は何か勘違いをしているんだ。勘違い？私たちはそんなことしてない。
そんな。何の根拠で襲ってきたんだよ、こいつ。俺はなんてこと。すいませんでしたー。恐ろしいな。確証もないまま命取ろうとしたのかよ。やべえやつじゃねえかよ、友人なし。あれ、どっか行っちゃった。一体何だったんだろう。ああ。村がどうとか言ってたよね。どっかにじゃあ村があるのかな。ああ。この先にある人狼村で何か事件が起きているのかもしれない。人狼村言うてますがな。もう思いっきり人食い人狼がいるってことじゃねえかよ。ネタバレすげえな。迷宮入りの事件の匂いがするな。だが案ずるな。このインテリジェントなテレーゼ・マトハズレイの名推理によって見事解決に導いてやろう。おう、俺はお前のことちょっと好きだぜ。能天気な感じが。なんか言ってあげろよ。ひとまずこの先の村まで急ぎましょう。はーい。お、続いた。じゃあとりあえずアイテムいっぱい手に入れてスライム倒しながら先に進んでいくか。おー、なんかコウモリみたいなやつがいるぞ。こいつまさか四天王だったりしないよな。僕は暗黒四天王の一人、暗黒魔族じゃ。噛み倒している。ていうかやっぱ四天王だった。うまく言えなかった。なんでいつもこういうところで失敗しちゃうんだろう。よし、今度はうまく言うぞ。僕はボボボボから始まるんじゃねえ。暗黒魔獣強すぎるんです。おわ、強すぎるの。マジ。よかった、うまく言えた。マジかよ。見たところ雑魚モンスターだな。またハズレなこと言ってる。軽くぶっ倒しましょう。うわーやばい、強すぎるとか言ってるぞ。でも体力25しかないぞ。はわわわ、うまく攻撃当てられるといいな。よし頑張るぞ。とりあえずまあ攻撃してみる。うわ、1しか与えられない。2。強い。うわー、一撃で死んだ。99,999とか食らった今。ちょっと待って、やばい。どうしよう。味方復活とかないの。これ何？違うな。スキル。ダブルアタック。違う違う。アイテム。あ、復活の薬あるわ。2回攻撃できるから、ダブルアタックして、で、この魔法使いのやつが、アイテムで味方を復活させよう。復活の薬。これを、こいつにやると。あわわわ、痛いのは嫌だ。よし。あれ、1回しか与えられないじゃん。なんだよ、2回与えるんちゃうんかい。2回攻撃するって書いてあるんだから2回攻撃して。で、とりあえず一撃で死んじゃうから体力は回復しなくていいでしょう。みんな攻撃しよう。よし。うわー、また一撃で死んだ。で、もうダブルアタックは使えない。じゃあ、とりあえず攻撃で、で、魔法使いのやつが復活の薬で、こいつを復活と。よしよし。うわ、大変だ。まあ、普通に攻撃だな。攻撃して、こいつも攻撃して、全員攻撃だ。よしよし。うわ、すげえ食らう。アイテム復活の薬。で、あと攻撃。残り3だから、このターンでもしかしたら倒せるかもな。よし、やったー。うぇい、強すぎるん倒したぜ。やったね。わわわわわ。やっぱり僕ごときじゃ力不足だ。強かったけどな。ごめんなさい、勇者のちいち様。かわいいやつ。ふん、多少は苦戦したが雑魚だったな。強すぎたけどな。僕はかなり強く感じたけど、ちょっと僕の体調が悪いだけかもな。謙虚だね。よし、村に向かいましょう。はい。ぼちぼちお前裏切りそうで怖えんだけど。よーし。着いたぞ、村だ。人狼村？絶対人狼いるやん。はあ、今日は日も暮れてきたし、この村に滞在しよう。
はい。そうだね、いい判断だと思う。いや、ちょっと待て。なんだ？本当に今ここでここに滞在すべきか、頭の中で計算させてくれ。計算好きだな。ああ。ふむふむ、なるほど。何の材料でふむふむなるほどなんだ？いや待てよ。なんだなんだ？この場合は因数分解がこうで、ベクトルが R でこうで。ふふふ、なるほど、そういうことか。面白い答えだ。なんだよ、教えて。みんな聞いてくれ。はい。意外にも面白い答えが導き出されたぞ。なになに？何かな。今日は日も暮れてきたし。うん。この村に滞在させてもらおう。結局変わんねえじゃねえか。さ、泊まれる場所を探しましょう。おー、いいパーティーだな。お、村長だって。皆様、ようこそいらっしゃいました。はい、お前人狼か？あ、どうも。村長って言うから人狼じゃないか。ネタバレが激しいって言うからきっと名前に人狼ってわかるやつがいると思うんだよな。勇者のご一行様ですね。そうだよ。あ、はい。ようこそ人狼村へ。私は村長の人狼と申します。名前でわかったよ。お前絶対人狼じゃねえかよ。どうも、勇者のハロルド賢者の地です。魔導士のマーシャ・ウラギールです。剣士テレーゼマトハズレイだ。全員ろくでもねえ名前だな。どうぞどうぞ。人狼。この村のことは何でもお聞きください。人狼はあなたですよね。ありがとうございます、人狼さん。早速聞きたいことがあるんですが、この村に滞在できる場所はありますか？ああ、それなら私が無料でご提供しますとも。おお、そうか。身の安全は保証されなさそうだけどな。本当ですか？もちろんですとも。立ち話もなんですし、ひとまず私の家にいらっしゃいませんか？はい。お、でも普通の家だ。どうぞどうぞ。おくつろぎください。ありがとうございます。広いな。そうだ、勇者様。はい。よろしければこれを受け取ってください。なんだ？ポーションを10個もらった。そんなにくれんの？やった。魔法薬を10個やった。復活の薬5個やった。エリクサー、もうそんないらない。いいんですか、こんなに。旅に備えは必要でしょう。めちゃ優しいやん、人狼だけど。ああ、そうだ。よかったら夕飯を食べていきませんか？めっちゃ優しいやん、村長。人狼だけど。いえいえ、そんな。ぜひ食べたいです。おう、遠慮がないね、的外れに。ぜひ召し上がってください。これから準備しますね。はい。さあさあ、どうぞ召し上がってください。すみません、こんなによくしていただいて。ええ、何、年を取るとこういうのが楽しいものなのですよ。ガツガツ、むしゃむしゃ。セリフ。なんて優しい人なんだろう。世の中にはこういう人もいるんだ。優しいっつった、優しいっつった。今なんて優しい人なんだろうっつった。ズゾゾゾゾ、レロレロレロ。ズゾゾゾゾはわかるけど、レロレロレロってどうやって食ってんだこれ。テレーゼ、もう少し上品に食べたら。どんな食い方したらレロレロなんて音がするんだ。いや、私の計算ではこれが最も効率的な食べ方なんだ。効率中だ。凡人のマーシャ・ウラギールには理解できないかもしれないがな。そうだな。べちゃべちゃべちゃ、ボロボロボロ。ボロボロボロはもうこぼしてるっつうの。すみません、うちのテレーゼが。おもろ。元気で何よりですよ。すみません、本当に。いえ、元気な人を見れて私も幸せです。人狼だけどな。実は最近娘が死んでしまってね。急に重い話しないで。もう弁士が喉通らないよ。そうなんですか。孫もどこかへ行ったきり帰ってこないし。お、何かあったんですか。
勇者様たちにこんな話をしてもいいのかわかりませんが。うん。聞かせてください。実はこの人狼村では毎日一人ずつ村人が殺されているのです。まさに人狼ゲーム中なんですね。え？いやじゃないよ。一体誰がそんなことをしているのかはわかりません。しかし何人かの村人が狼の姿を見たと言っています。うん。噂では人間に化けている狼、つまり人狼が人間を襲っているのではないかと。お前じゃないのか。人狼、つまりその人狼が昼は村人に化けていて、夜になると狼の姿に戻り村人を襲っていると。的確。そうか、つまりその人狼は昼は村人に化けていて、夜になると狼の姿に戻り村人を襲っているわけだな。全く同じこと言っている。テレーゼ、それは今私が言った。娘は殺されました。あ、そうなんだ。そして孫は犯人を見つけ出すと言ったきり帰ってきません。あ、さっきの友人なし、あいつが孫か。人狼村長、僕たちに何かできることはありませんか。うん。いえいえ、そんな、勇者様たちはお忙しいでしょう。結構暇だよ。こんなによくしていただいたんです。僕たちにできることなら何でもします。何かお礼させてください。ごくごくごく、ペハー。まだ楽しく夕食をいただいていた。なんと頼もしい。頭が上がりません。ペロペロペロ、ガシャン。なんか割ったな。それではお言葉に甘えてもよろしいでしょうか。お、はい、もちろんです。それでは勇者様たちには誰が村人に化けた人狼なのか見極めていただけないでしょうか。これからこの家に人狼の可能性がありそうな村人を集めます。え、じゃあこの村長が人狼ってわけじゃないの？他にもいるってことか。人狼ゲームだいたい人狼二人とかだったりするしね。そういうこと？それぞれの話を聞いたりして人狼を見つけ出してください。へえ、本当にじゃあ人狼ゲームするんだ。やった、俺人狼ゲーム見るの好きだよ。やるのは全然不得意だけど。そしてその憎き人狼を倒してください。オッケー、わかりました、私たちに任せてください。まあお前は信じられないけどね。ありがとうございます。本当に、なんとお礼を言ってよいやら。お礼を言うのは解決してからでいいよ。ちなみに私は人狼ではないので安心してください。いや、名前が人狼なんですけど、それで違ったら何なんだよお前の名前ってなっちゃうよ。人狼村長、あなたが人狼なわけないじゃないですか。それではこれから人狼の可能性のある村人をここに集めます。ちょっと待って、じゃあもう全員無実じゃん。村人、もうお前だよ人狼。お願いします、必ずや人狼を見つけ出してください。振りがきつい。任せてください。あ、念を押すようですが、この人狼が人狼ということはありえませんので安心してください。え、どっち？それどっち？もちろんです。ネタバレがどうのこうのだから絶対村長だよね。でもセーブポイントがある。勇者様、早速人狼の疑いがある容疑者を3人集めました。おー、なんか面白そうな展開。ここにいる3人の容疑者のうち誰が人狼か探ってください。お、ちょっと待って、じゃあ3人のうち1人は人狼ってこと？村長以外で。容疑者が逃げないように監視を2人つけましたのでご安心ください。はあ、なんで1人足りないんだ。それでは一通り話を聞き終えたら私に話しかけてください。はい。お、マジで推理パート？やった、ちょっと一旦セーブして、じゃあこの近い人から話すか。狼じゃない。狼じゃない。あら、勇者さん、何をしている？普段は男の人にご馳走してもらったりプレゼントをもらったりして生きてるの。貢がせてるってことか。
今日は村長さんがこの樽に入っているお酒を好きなだけ飲んでいいって言ってくれたのに、酒好きなんだね。酒飲みなのか。人狼のことは知ってる？知ってる知ってる。マジ怖いよね。でもわけわかんない奴が私に嫉妬して切れてる方が怖いかも。可愛すぎるって罪なのかな？うん、すげえ、やり手だな、こいつ。誰が人狼だと思う？占い師さんがバチクソ怪しいと思うよ。占い師言うとるやん。あ、そんなことより勇者さん私とキスしてみる？なんでやねん。え、あ、いや、え、結構です。よし、じゃあ次行ってみよう。こいつは？こいつ見張り？次の日が、いい者。次の日がいい者。俺は村長に監視を任された次の日がいい者。もし人狼が俺たちを襲ってきたらボッコボコの返り討ちにしてやるぜ。それにしても妻に内緒で女に貢ぎまくっているのになかなか俺だけ振り向いてもらえないぜ。お前今さっきのやつに貢いでんのか？そういうことだろ、さては。よし、次はこの人。ただの村ビート。占い師みたいな見た目してるくせにただの村人かよ。あら、勇者さん何かしら？人狼のことは知ってる？ここのところこの村は人狼の話題で持ちきりよ。私は人狼なんて本当にいるの？って思ってるけど。たまたまみんな滑って転んで頭打ちつけて死んでるだけなんじゃないかしら？でも人狼に殺されるってことは食い殺されるってことだから、もっと無残な死に方してるんじゃないの？そんな頭カッツンでみんな死んじゃってんの？こいつが言ってることはま、適当ってことか。誰が人狼だと思う？人狼なんていないんじゃないかと思うけど、もし人狼がいるとすれば、狼じゃないさんだと思うわ。なんかムカつくし。あ、今さっきの人だね。オッケー、じゃあ次行ってみよう。じゃ、この見張りの人に話してみよう。おま、えもか。私は村長に監視を任されたおま、えもか。どういうこと？じゃ、こいつも人狼なのか？もし人狼が私たちを襲ってきたら、私の夫がボッコボコの返り討ちにしてくれるの。あ、さっきの？についてるやつ？それにしても夫に内緒で男に貢ぎまくってお前もかよ！あ、名前お前もか！なるほど！こいつも貢いでんのか。なかなか私だけに振り向いてもらえないの。誰に貢いでるんだろう。占い師。うわぁ、見た目ヘンテコピエロなのにこいつが占い師なんだ。味方だ。勇者さん何でしょう？僕は怪しくありません。何をしてる？僕は何もしてません。人狼じゃありません。今日は理由もわからないままここに連れてこられたんです。勇者さん、ここだけの話なんですけどね。実は僕、人狼が誰だか知ってるんです。ズバリ。人狼は、村長人狼ですよ、やっぱりか。僕、そういうの分かっちゃうんです。もっと声を大にして言ってほしいね。まあ、そんなことしたら殺されちゃうかもしんないけど。あれ？これだけ？これだけか。ということは、この中に人狼はいなくて、村長が人狼なんだけど。一通り話を聞き終わりましたか？はい。では誰が人狼なのか結論を出してください。そしてその人狼を倒してください。お願いします。ちなみにこの人狼は人狼ではないのでご安心ください。それじゃあ、誰が人狼なのかを決めよう。はい。私は占い師が怪しいと思う。なんでやねん。どう見てもあいつは怪しすぎる。確かに怪しさはあったけど、でも人狼だったら逆にもっと堂々としてるんじゃない？そうね。じゃあただの村ビートだな。あいつは妙に人狼の存在に否定的だった。狼じゃないについてはどう思う？ああ、モテモテ女子。あいつはなんかムカつくな。思いっきり個人的感想じゃねえか。確かになんかムカついた。あんまり人狼って雰囲気ではなさそうだけど、逆にあの余裕っぷりがちょっと怪しい気も。みんな怪しいと言われれば怪しいし、怪しくないと言われれば怪しくない。はい。ハロルド、ちょっといい？何？実は私、村長の人狼が人狼なんじゃないかって思って。お！裏切るのくせに真相ついてくるね。何を言ってるんだよマーシャ。そうだぞマーシャ、あんなに食べ物をくれた村長が人狼なんて。完全に食い物で釣られてるじゃねえかお前。マーシャ、何を根拠にそんなことを言うんだ。村長はあんなに僕たちによくしてくれたじゃないか。根拠って言われると難しいけど、なぜかそんな感じがする。全部なぜかそんな感じがするだけだよねこいつ。そんなの説明になってないよ。まあ名前で言っちゃってるんだけどね答え。逆に二人
人が村長人狼を人狼だと思わない根拠って何？うん、だって村長は僕たちによくしてくれたし。そうだそうだ、何より人狼を倒すように言ったのは村長人狼じゃないか。もし村長人狼が人狼だとすれば、自分で人狼の話題を出すなんておかしいじゃないか。そうだ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 しか言ってない。それが根拠？そうだよ。もし私たちがこの村に滞在すれば、いずれこの村の誰かから人狼の話題を聞くことになる。まあね。それならいっそ人狼自身が人狼の話題を一番最初に出すことで、自分自身は疑われずに済むんじゃない？ああ、そういうこと。それは大体ここにいる人狼候補だって村長が選んできたんでしょ。まあね。あたかもこの3人の中に人狼がいるかのように見せかけて。確かに確かに。そんなのデタラメだよ。なんでだよ。なんでそんなこと言うんだよ。僕はマーサのことが嫌いになりそうだよ。なんで？めっちゃ理論的じゃん。理にかなってるよ。あんな優しい村長、人狼が人狼なわけないじゃないか。あんな優しい村長。ハロルドはさ、人狼が人狼だと思いたくないだけなんじゃないの？そうだそうだ。二人とも冷静になれ。お、まともな一括。ひとまず一回話を整理しようじゃないか。はい。つまりどういうことだ？まとめてくれ。村長の作ったご飯は美味しかったってことで合ってるか？そうだね。テレーゼは黙って。黙った。ごめんねハロルド、でも私なんだか引っかかっちゃって。ハロルドは誰が人狼だと思う？え、僕が人狼だと思うのは。お、選べる。これめちゃくちゃなの選んでみたいけどさ。じゃあめちゃくちゃなの選んでみるか。ただの村ビートにしてみよう。